ハにゴロう3月29日から1983年6月8日は日本の歴史家、参議院議員、日本学術会議議員、父親の森高志作旧姓は森、群馬県桐流市出身。聖果は地元の有力な織物中外省であり、父の森高志作は第40銀行の創立者で、初代闘どり、縦林著蓄銀行頭取などを務めた。 1913年、桐生北人城小学校卒業。同年東京に上京して、東京府立第四中学校に入学。厳しい規則と詰め込み主義の学校を批判し、定額処分を受けるなどした。1918年、旧世代一高等学校読法科入学。さらに1921年、東京帝国大学法学部に入学。数ヶ月後に休学し、 同年9月、ドイツで歴史哲学を学ぶため出国。1922年4月、ハイデルベルク大学哲学科でリッケルトに歴史哲学を学ぶ。留学中、伊藤康之、大内彪江、三木清と交流し、現代史、遺物史観の研究を開始。すべての歴史は現代の歴史であるというベネデット・クローチェの歴史哲学を知り、 イタリア旅行中に成果を訪れるも扉を叩かず。しかし、生涯在野の哲学者であった、クローチェの影響を色濃く受けた。1924年、帰国し、東京帝国大学文学部史学科に入る。1926年4月8日、ハニ義ヨシカズ、元子夫妻の長女節子と結婚。彼女が独立の女性として成長することを期待して、向こう入りし、森生から、 ハニせとなる。1927年、東京帝国大学卒業。同大資料編纂所に食卓として勤務。1928年2月、日本最初の普通選挙で応援演説をしたことで問題となり辞職。同年10月、三木清小林勲と雑誌、新興科学の旗のもとに、を相刊1932年、 のろえタローらと日本資本主義発達史講座を刊行1933年9月11日治安維持法容疑で検索。留置中に日本大学教授を辞職。強制的に脅威の手記を書かされた上で12月末に釈放。その後、ミケルアンジェロその他の著述で軍国主義に抵抗し多くの知識人の共感を得た。中でも、クロチェロンは 特攻隊員の上原良次の愛読書となり、遺本ともなった。1945年3月10日、北京で憲兵に逮捕され、東京に身柄を移され、敗戦は警視庁の留置場で迎え、10月4日の治安維持法廃止を受けて、ようやく釈放された。1947年、参議院議員に当選し、1956年まで革新家議員として活動。 国立国会図書館の設立に尽力する日本学術会議議員を歴任。マルクス主義の観点から明治維新やルネッサンスの原因は農民一揆にあると主張。晩年は審左翼の革命理論家的存在となり学生運動を支援し都市の論理はベストセラーとなった。1983年廃棄種のため死去。息子は ドキュメンタリー映画監督の葉に進む孫が葉に見よう。おいは椎茸の人工栽培を発明した農学者の森木作。晩年には家元制度だとを唱える花柳元秀と交際があり、葉にわかりを僕のガールフレンドと呼んでいた。葉に五郎選集、週、葉に五郎歴史論著作集、葉にごろ戦後著作集、葉に五郎戦後著作集。 東京帝国大学卒業生指名6、昭和8年3月末現在、東京帝国大学、1933年9月、P290、第1回参議院議員選挙一覧参議院事務局、1950年3月、ピアニッシモ、15、28から29、九。服部利長シが、自転有名人の死亡診断近代編付録、 近代有名人のーン一覧22ページ、朝日新聞1983年6月9日23ページ、氏名、役割国立国会図書館、ナショナルダイエットライブラリー、www.ndl.go.jp、2018年12月30日閲覧、日大全京都行とい、日大闘争ドキュメント1967年、北原金春、 第一の乱成田闘争、三里塚、反対同盟事務局長の30年お茶の水処防、1996年、120ページ、諸君、1972年5月号、ありがとうございます。